です。どうも、アクションのピッタと集中と、あれです。はい、ということで皆さん、はい、アンアンで1時間ご飯何杯食べれるか対決。お久しぶりの1ヶ月ぶりぐらいですかね。忘れてた。めっちゃ好評な企画だったのね。一気にやりすぎて忘れてたね。最後は家系。あは。ラーメンだ。1ヶ月ぐらい。T シャツで食ってた記憶があるんで。そうだね。もう冬です。冬です。ライス、チューですね、こちら。チュー。チューではね。シャシャどういうか。初めて。わかる。チュー。わかるこれ。マジででかいわ。これを何杯食べるかっていう感じですね。で、おかず1品だけ頼むことができます。はい、僕が先紹介しますね。こちらあんあんカルビ1人前です。質を取ったね。質を取りました。僕はですね、ちょっと質を下げてでも量が欲しいということで V3 カルビだから V カルの3人前です。はい、私焼肉屋に来ましたが焼肉は焼きません。ユッケジャンスープの大きめのやつです。もう今日肉食わないってことで。そういうことです。何だって君肉昨日食ったんでしょ。そう、昨日なんですよ。タレなんでしょ。まあ最悪ね、タレとこっちじゃないから。毎回それ何か店ごとに言うから誰も使わない。確かに。というわけで早速やっていきたいと思います。それではいきます。それでは1時間用意スタート。いただきます。いただきます。俺と正気しか焼かないのか。そうなんです。いいな、そんないっぱいあってちょっと羨ましくなってる。そうです。貧乏飯すぎこれ。まさかやる日が来るとは思わなかったね。が好きだった、うん、醤油かけご飯に。ああ、うわ、醤油かけご飯夏。そう、もち全然いける。あ、うまっ。1杯食ったら、他1杯だった時の次の1杯やばくね。相当やばいと思う。踏ん張るってレベルじゃないんだよね、量が。うん、うまっ。うん、これ1枚で相当食わないとか。うん、俺ちょっとスープ強いんだけど、何杯にいきますかね。口の中でクッパー作れるってこと。そうそうそう。逆に正気さ、欲しいのことなく食うよね。それが狙いだけど、気をつけないと肉でお腹いっぱいに。あ、これはね、スイカありますか。どうですか、ライス。うん、きつくね。相当やばいっすよ。あれ、一杯目でこれって感じ。中ではね、通常運転で出されてるから250円はめちゃくちゃ安い。うん、めっちゃ、初心者殺し。初心者殺し、本当に。だから外相当だったね。焼肉屋で後悔した人が食べてる。もうクッパとかさ、石焼きビンバとか食べたいからさ、いつも焼肉ショーライスだもん。ショーライス食ってそっからビビンバとか行くんだよ。もう大ライスの時代俺終わった。あれ大ライスどういう風に食っちゃうか。あー、軽れ。それがいいじゃん、逆に即死だよ。即死だよ。いや、いいな、スープ。まあ、やばそうな。ちょっといいな。すごいぜ、こんなにバシーンって。これ栄養券だったら3杯割ってるよね。そうだよね。栄養券だ。そうだよね。ご飯系の客ってさ、きつさ更新していく感じじゃん。もうそのうち川の差が変わってくる。栄養券超えなくて。栄養券のね、気持ち合いだと結構難しいよ。つっても俺らちょっと寝ないでどんぶりで食ってんじゃん。うん。なべ、今後悔してても絶対スープだこれ。肉じゃない。これで1杯目終わり。これスピード変わらないから。もう無理だって悟った時はもう出来あるでしょ。もうそう、もうそう。これを最後に一杯足してください。汁の一滴まで飲まないと。そうそう、分かんない。米を一粒残さずに。完食。あ、もう完食。辛いのこれすごい。結構メンタル違う肉にすればよかった。ただ好み的に。うん、終わった。やっぱりスープが強かったんです。めっちゃ一口もらいたいもん。全部もらいたい。これ完璧に2杯目でおかず消えるな。どうしよう。一回おかず残して、ジャンとか言ってじゃんじゃん。あ、こっちじゃん。実質ビビンバね。唐辛子、あ、そっか。はい、こちら無料提供だ。無料提供されてるわけじゃないんだ。ラーメン屋でもよく入れるんだよ。あ、うまっ。割と辛いの。まあ、そんなお茶漬け違うの。お茶漬けみたいな。濃くない。いや、濃くて、でこう左サイドに何もないと多いし、多分ちょうどだ。いただきます。そうみたいに言ってた。初めて初めて。あ、濃くないの。でも、あ、マジ顔で言ってくちょっと、これくらい。お多くて困ってるのと少なくて困ってるの。ちょうどいいやつ。ちょうどいいやつ。ちゃんとやった。こいつはまだ本気も出していない。まだ弱音を吐いてない。俺らしかまださ、いやこれをやばいなって言ってないんだ。マジか。弱音は吐いてないんだ俺。全然何も言ってないからね。やばいねって言ったらやばいねって言ったら共感。共感ね。ってことはまだいけるってこと。正直言うと結構やばい。あれあれ。そこはどこ埋めたのに。ワンちゃんこれさ1くらいあるよね。
あー、ある、ある。ちょっとあるよ。あるよ。ちょっとチパチパしてるからね。バチパチャー、ガガガ。焼肉ロードのひまわり。久々に見たいな。あの後焼肉だったら最高。なかなか上位を張る飯テロだよ。アニメの飯テロ界だもん。結構そう。あの、ヒロシが食うタンがうまそうなの。あー、骨付きカルビを挟んで。あー、実はあれ、あーだった。焼肉ロードやったら、あー、ないあるだろ、あるだろ。全然あるだろ。あー、焼肉ロードって俺ら保育園の時だよ。でも、あるでしょ。なかったらどうする？なかったらもう、肉食わんよ、あげるでしょ。じゃあ、知らんけど、今の契約が今あそれでしたか。まず、まず食う。俺がじゃあ創業したらいい。だって俺がもしやってた場合だな、人の口ずつ食えるとか。あ、じゃあいい。じゃあ俺が負けたらあげるよ、もうこれ。何年前？焼肉ロード公開日、2003年の4月19日。え、そんな前？俺ら4歳、4歳で。何年前じゃん。17年前。じゃあ、うわ、怖っ。2020年の10月時点で創業20周年。これらの1個下。2000年からできてる。2杯目終わりました。これ一口口入れるからスープちょうだい。もうパンパンに入れるよ。いただきます。いいね。でもお前いいな、これ浄化されるわ。ただの時間の問題でも冷えてきた。でもだいぶやばい。大丈夫？待ってくれ。これが焼肉ロードをしちゃうから、食ってたらないわ。いろいろ男たちに。オーストラリアの、もう建てや。グランドキャニオン。あ、グランドキャニオン。ごめんなさい、オーストラリアだっけ？違って。アメリカだと思う。グランドキャニオンは俺、オーストラリアだと思う。俺は、で、いや、俺じゃん。で、アメリカだと思う。オーストラリアだったら一口をね。アメリカだったら何？いらない。全然いらない。どうする？全然いらない。じゃあ、お前のご飯一口食って。ああ、いい。どっちも違ったところで。そう、アメリカでした。くっそ。だからいいかも。あ、いいの、でかいね。あ、そちゃんからブーカレットをお店もらいました。全然テンション上がってないじゃん。なんでこの3杯も食べきれるか食べきれない。またお前同点ね。リサさん疲れてたね。リサが一番グレンゲとか僕は嫌いなんですよ。典型じゃん。いやでもワンチャンリサさんがグレンゲとかもう飽きて嫌いになってるぐらい、エイトさん香水嫌いとかある。めちゃくちゃ嫌いそう。もう香水のせいでいいかな。実際さ、俺らも似たような感じだけどさ、街中とかでさ、トイレで香水香水とか言われたらさ、嫌いになるよ、普通は。それはね、曲のせいで言うやつが悪い。やっぱそうね、そうね。あ、そう、この間ビーチチャンネルのショウちゃんさんと飯行った時、ああ、お店出た瞬間にキャッチの人がめっちゃいた。そこ突っ切るしかないから、こうやって、すいませんって言ったら、YouTuber だって言われて、はい、YouTuber だって。お前じゃないかも。お前じゃないんだ。俺のこと見せた。ショウちゃん行っちゃったから。俺、たずまっちゃったのよ、広角ライトと思って。YouTuber？ あ、一番良くない？それ俺のことは知らなかったの。派手髪だから、派手髪だからって YouTuber は良くない。YouTuber は良くない。声が大事だから。そう、今さっき会ったことだ。わかんない。大きい声。普通にこれをやってる人にも迷惑かかっちゃうから。 YouTuber って言うから、 YouTuber じゃない人だよ。間違いないよ。そうなの。身の領域喧嘩してきていいですか？これは禁止されてる。ダメですか？閉じ込めてないじゃん。出してるでしょ。 2.5 杯でノックアウトされてて、やばくない？かっこいいじゃん。その文字で言ったらやばい。表面だけを見ちゃダメだよ。中身はしっかり見ないと。今の現代に必要なこと。無効時間4分40秒。4分しめだ。もう食わ、メイドキスだったら食えた。どういうこと？もうもうキュンってしてくれるから魔法で食えた。くそ、メイドキス。あ、ごめん、マジもう食えねえ。なんか1分で食べる。1分なの？じゃあみんなで笑いをする。笑いをするよ。俺今日は、あれは気すぎる。せめて口に入れようよ。笑うのってこういうことなんだ。終了。お疲れ様でした。というわけで、まあ、入ってね、ちょっと残っちゃいました。あ、待って、お前、同日か。そうなんですよ、僕も3杯目なんですよ。というわけで、結果発表。
いやー今回は通りましたね。通りつかっちゃったし。で222、これ計6杯でした。あ、来てました。やば。過去一量がすごかった、ご飯のお店でした。じゃあじゃあ引き分けはご飯から全員引き分けは。また次のご飯企画でお会いしましょう。さよなら。ちゃんと残ったもの食べます。風を切って走ってゆく希望の街へと。はい、というわけで久しぶりのご飯対決どうだったでしょうか。まさかね、全員引き分けになるとは思いませんでした、次回はね、僕絶対1位になりたいと思います。というわけで明日のアクシデンターズは、明日の動画はですね、23時の生放送をやります。なので明日の動画はなしです。はい、よかったら皆さん23時に、遊びに来てください。一緒に楽園と星を越しましょう。それでは明日の生放送でお会いしましょう。バイバーイ。